江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、また警告の恥が世界にさらされました。オーストラリアの公衛士、被疑者を韓国大使に任命したということで、警告の恥が世界にさらされ、関係悪化待ったなし。はい、それではですね、こちら記事の方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。イ・ジョンソプ元国防部長官のオーストラリア出国が論議を呼んでいる中、オーストラリア公営メディア ABC が今日未明このニュースを大きく取り上げました。ロイタージャーナリズム研究所の調査によると、オーストラリア ABC はオーストラリア国民がオンラインで最も多く使用するメディアであり、最も信頼するメディアとして挙げられます。オーストラリア国防総省担当記者が書いたこの記事のタイトルは、警告大使イ・ジョンソプ、自国不正捜査にもオーストラリア入国です。警告で起きているコロン将兵死亡総裁の圧力疑惑と、以前長官の出国までの過程を比較的詳しく扱いました。このメディアは、まず、警告の高位公職者犯罪捜査ところ、CIO は、海兵隊の妻子死亡事件の捜査を彼が捜査してという疑惑に対して捜査していると、し、軍人死亡事件と関連した腐敗捜査に関与した元国防部長官が、論難になっている大使任命を持続するために、オーストラリアに到着してと、一連の過程を紹介しました。警告の野党がこの問題に関してどう反発しているかについても詳しく取り上げました。続いて、オーストラリアの ABC は、先週末、警告法務部はイ・ジョンソプに対する出国禁止措置を解除し、それに対する非難世論が高かったにもかかわらず、ソウルを離れることができるようにしたとして、出国禁止解除論難も紹介しました。オーストラリアの ABC はまた、警告メディアの報道引用を前提に、警告大統領室と外交部は、今年1月、イ大使に下された出国禁止措置を知らなかったと主張し、イ大使は、法務部にこれを取り消すようロビーすることに成功してとも紹介しました。この議論が、警護関係にも悪影響を与えかねないと展望しました。オーストラリアの ABC は、こうした一連の話が、オーストラリアと警告の外交関係に困難をもたらす可能性がある一方、オーストラリアの外交通商部は、イ大使のオーストラリア到着を歓迎してと紹介しました。また、オーストラリアは、警告との重要な関係を高く評価し、イ大使指名者と共に働くことを期待しているとする、オーストラリア外交通商部報道官のコメントも紹介しました。オーストラリアのシドニー現地で、イ・ジョンソプ大使赴任反対集会を開いたこともあるハン・ジュンヒ牧師、オーストラリア教民は、普段他国から大使が来るということは、オーストラリア一般国民にとって大きなニュースではないが、今回のニュースはタイトルだけ見てもオーストラリア国民も警告大使に何か問題があると認識を持つようになるとし、ABC 放送の記事がこの事案に対してオーストラリア内である転換点になりうるだろうと見ました。また、ある牧師は、イ大使が、同胞が多く集まって暮らす町を訪問することになれば、本当に卵せんべいを受けることもあり得るのに、このような人が、どうやって、警告と同胞社会を代表する大使の役割をするのか、と、批判しました。大統領室の関係者は、昨日、11日、イ大使が、いつでも、高位公職者犯罪捜査ところが召喚したり、捜査が必要だから行くといえば、いつでも行けると、約束して出て行ったと聞いているとし、告発され、出国禁止になったという理由で、ずっと何もできないはずなのに、高位公職者犯罪捜査ところも、このような部分をうまく調整して、出国禁止が解除され、オーストラリア大使に行ったと聞いていると、明らかにしました。キム・ゴンヒ女子のディオールバッグスキャンダルが、米国ニューヨークタイムズ、英国ガーディアンを飾ったのに続き、今回は、被疑者大使スキャンダルで、外信の注目を浴びることになるのではないかとの憂慮が出てきます。皆さんはどう思いますか？最低だね。逆の立場に立ってみたらですよ。犯罪をしたかもしれない被疑者を、大使としてよこしたんですよ。そりゃ、なんでこんなやつよこしてくんのってなるよね。相手のこと考えてないよね。相手の気持ちなんか全く無視ですよ。はい。まあ、時系列としては、まあ、さっき書いてあったように、まあ、死亡事件の捜査を彼がですね、まあ、圧力をかけて捜査したと。いうことで、今、高位公職者犯罪捜査所っていうのが捜査してて、とりあえず出国禁止にしたんですよ。その出国禁止にした人間を中国韓国大使に任命しちゃったんですよ。
で、出国禁止なのを知らなかったんです。後で知ったんですよ。で、やべえやべえ言って、法務部にその出国禁止を解除させたんです。そんでもう行かしちゃったんですよ。で、もうアグレマンも出ちゃったんですよ。アグレマン、そうだね。オーストラリアが承認しちゃったんですよ。まあね、この人でいいですかってお伺い立てて、ダメってあんまり言わないじゃないですか、大使。ね。だから、まあ、オーストラリアはある意味、ちょっと、まあ、なんつうのかな。7で、まあ、OK しちゃったのかなって感じはしますけれども。まあ、オーストラリアだって多分出国禁止なんて知らなかったでしょ。本人が分かってないんだから。本人が分かってないんですよ、これ。で、後で知ったって話ですけどね。うん、じゃあ、こちらに対してですね、警告の反応、行ってみましょう。はい。それではですね、一人目。はあ、国家の恥をかく、27261-8。専門外交官でもない犯罪容疑者をただ逃避させようとする理由で、ふさわしくない大使の職位を大帝民国の重要な関係を結んでいる豪州に送ることは、深刻な外交的惨事だ。インチョン空港で飛行機に乗れないようにすべきだったのに、1894個。これが本当に国益のための大使任命であり、不任なのか？国の大恥だ。独裁国家を作る狂った検事たち、1099-6。犯罪容疑者が大使として働いて、現地の仕事の処理がきちんとできるのか、397-2。国家の恥だ。直ちにイ・ジョンソプ大使の任命を撤回し、警告に行って捜査を受けろ。ユン・ソクヨルが主犯だ。101-1。オーストラリアは被疑者の身分の人が大使館に来て仕事できるだろうか、しかも手続きを無視してめちゃくちゃになったと報道しただろうか。これは何の恥さらしだ。骨格、民政は眼中にもなさそうな決定だ。92-0。大帝民国の骨格のためにも4月10日の総選挙を頑張ろう。海外発のマスコミは大帝民国が民主国家から独裁政権に墜落したと報道する。帝国のマスコミがゴミのクエックスなので報道をしない。84-2。恥知らずの人間、長官の時に戦争が起こったら一番先に逃げる人間、イスンマンの末裔。59-2。骨格を地下に打ち込むユンドゥファンをいつまで見ているのか。今すぐ引きずり下ろしてもすっきりしないのに、国を滅ぼして日本に明け渡すのが目的である。あんな奴に残りの3年間を任せるつもりなのか。52-1。どうして大帝民国がこのようなことになったのか。2年でこの全てを実現したなんて信じられない。45-1。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。いやー、まあ、そもそも出国禁止を本人が知らないっていうのがね、ちょっとえって思いますけどね。通知とかしないのかな。なんかしないらしいよ。なんか毎回大使で恥かいてないか、わらわら。だって前科者じゃないと議員になれないからしょうがないんだわ、わら。前科持ちばかりなんだからしょうがないやろ、わらわら。ニュージーランドやったっけ、外交官が現地の女性スタッフに対してやらかしたの。お隣は我が国への全駐在大使も天皇陛下を日曜と言ったおかしなやつだった。そんなやつをさ承認しちゃうんだからな。ああ、警告さんたらまた嫌われることしちゃったね。相手の気持ちを考えるような回路を実装していたかと。なんつうか、国内はさておき大使でこんな状態なの使うってやばすぎんだが、わら。確かにな、そうだよね。人材が足りないのか豊富なのかよくわからん国だな警告、わら。警告にとっては大したことじゃない、わらわら。オーストラリアではエミューの卵を投げます。大きくて硬くて痛いです、嘘。だってクリーンな警告人はいないんだもん。もう国から失らねえのに言っちゃったのか今さら。だがオーストラリアはすぐにペルソナノングラータを出せよ。任命式した本人な、渡り強しした本人は理解していただろう。あー、なんか本人分かってたのかな。なんか知らなかったって言ってたよ。あ、それも嘘。大したことない、国も大したことないんだから気にするな、わらわら。重要な関係を結んでいる。だったら犯罪者を送るなよ。お前らのよく口にする決令だぞ決令。大事なことなので2回言いました。んでも捜査を受けているぐらいはわかるよな。何言ってんだよ、今さら恥なんて何とも思わんくせに。ま、ゴーとしてはどうでもいい国、いらない子扱いだからな。はい、ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。